洋楽ロックスの王道の曲をやって、はい、セカンドステージはなんと全曲をスティービー・ワンダーやりました。で、ノンジャンルのカテゴリーでね、サードステージをワールドライブのステージでしょ。出ますけれども、あ、ちいちゃん、ね、ママラミーベアユーバーという曲で、そうなんですよ、13歳か14歳くらいに出る曲で、歌もうまいし、新しかったのに、なんか今はちょっと英語みたいな感じで、ちょっと残念な感じがするんですけど、しかも歌聞かないですよね、最近、マイケル・ジャクソンの歌は、あまり聞かないんですよね、歌えるのかどうか。あ、そうなんだ。アンデバランドあ、そうなの。なんかでもこの時は本当に歌うことがあって、そうですよね、よかったの。そうですね、その頃懐かしみながら歌ってください。こっちなんだ。ありがとうございます。
ツイセンというのは彼の経営している会社の名前なんですけれども、ここの一家、一家、すごい、すごい、うまいこれ。